はい、どうもこんにちは、ビーチコーミングですね。今日もやっていきますよ。何しろ台風でね、冷蔵庫と冷凍庫の美味しい魚は全滅するし、屋根は壊されて登んなきゃならなくてね、補修をしようとして左肩は痛めるし、水槽は全滅するしで、結構やられたからね。そりゃまあ甚大な被害を受けた人もいるんで、そういう人に比べれば軽いけれども、とりあえず被災は被災というわけで、台風から何か少しでもこう取り戻したいなというのはやっぱり当然の気持ちかなと。そんなわけで今日もガンガン頑張ってね、探索をしていきましょう。で、おそらくね、台風後はやっぱり台風がもう地形を変えるぐらいね、大変な暴れ方をしたので、ちょっとだいぶね、各ビーチの様相が変わってしまいました。なので探索する意味が大いにあるというか、もう全然なんか知ってるビーチがもう知らない人になっちゃってるんでね、今日もね、何か発見はあるんじゃないかと思います。まあぼちぼちやっていきましょう。ペプシコーラの瓶が出てきましたね。これ何年ぐらい前だろう。でもナーリングがあるな。これはそんなに古いものではないんじゃないのかな。ここには以前コンクリートの壁がつながってたんですけど、今回の台風でかな、結構なんかなくなっちゃってますね。よいしょ、えらいこっちゃだな。正面にね、でっかい岩があるんで、そんな壊れるようなね、衝撃が来るとは考えづらいんだけど、壊されちゃってる。すごい力だな、まったく。それにしてもこんなにだけど強い台風が来るっていうのはちょっと予想は無理だったろうね。実際年配の人にね、こう聞いてもちょっと記憶がないらしいし、言い伝えもあんまりないみたいね。で、興味深いのが言い伝えてくる風のやばい方向と今回の台風は違うんで、もしかしてもっとすごい風があるのかなっていうね、あまり考えたくないね。まあどんどんちょっとね、歩いていきましょう。なんだろう、なんかナスの形してますね。ナスのおろし金だ。そんな古いもんじゃないとは思うけど、これはいいんじゃないですかね。これは惜しいな。最近金柑付いてたからな。これはね、自分が探している古い金柑のかけらです。単品どっかにないかな。まあ頑張って探してみましょう。あれ、何かすごいものが落っこちていやしませんか。これはおお、やったね。口にかけ終わるけど、ノーゲンボスの目薬瓶だね。これはいいね、嬉しいね。素晴らしい、コバルトブルーです。口のところはね、ちょっと欠けてるけど、もともとノーゲンボスなので、まあこれは引き寄せに期待して持って帰りましょう。嬉しいね。惜しい、ひょうたん日記割れてる。まあいいや、ちょっと頑張って探しましょう。ここもね、結構古いガラスのかけらが起こってるんでね、何か完品が1個ぐらい拾えればいいんですけれども。何やら気泡たっぷりのビー玉があるね。なんかだいぶ欠けちゃってるというか歪んでるけれども、これはね、多分割れてはいないですよ。本当にね、ビー玉すごい綺麗だね。いろいろ移動してきたんですが、今この中にお宝があるんですけど、わかります？めっちゃ嬉しいんですけれどもね、とても声のトーンを落としています。はい、これ見事な石蹴りだ。ほとんどまた傷ついてないね。前もね、ここでとても綺麗なね、こういうマーブルタイプの石蹴りを拾ったことがあるんですけど、傷がね、ほとんどなかったんですよ。今回はこれは何だろう、菊の花なのかな。なんかまた素敵なエンボスがあるね。これは素晴らしい。もうね、これが見つかってるだけでも今日の探索の意味って大いにあります。もう最高だね。このままガンガン頑張って探していきましょう。ちょっと待って、今よく見たらもう一個割れてるけど、同じ模様だね。これは割れちゃってるけど、これを持って帰りましょう。これはいいね。よーく探したらもう一個石蹴りが、これも同じ模様だね、菊の花ので、柄がちょっと違う。これもほとんど傷ないですね。すごいな、石蹴り3つだよ今日。しかも2つは完全な完品。こんなこともあるんだね。いやー、びっくり。これはね、ほんとね、すごいことよ。ほんとにね、見つけられないから石蹴りって。じゃあね、手袋をつけてちょっとすごいところを登っていきます。
めちゃくちゃガラスだらけのところに来たんですが、このエンボスは何でしょうね。これちょっと後で調べたいんで持って帰りましょう。これもまた意味深なかけらだね。何のかけらだったんだかね。まあこれもちょっとね調べるために持って帰りましょう。あ、ちょっとなんか造形が雑なおはじきを起こしてるね。これは多分古いもんだね。面白いね。今度はねビーチをこう出て、ちょっとねあの気になる神社があるんで、その神社のところを見ていきましょう。すごいとこだなこりゃ。おお。あ、なるほど、こっちが神社になってるのか。ああ、ちょっと周りを見てみましょうかね。ビーチコーミングのつもりなんですけど、神社のね裏山の崖を探索してます。まああのとにかく行ってないところをまめに見るっていうのが何より大事だからね。どんなもんでしょうね。ただちょっとこう草とかが多すぎて、あとガラスの気配はあまりここはないね。まあ近いところまた行ってみましょう。もうちょっと上の方にも何がありそうですね。岩室というか断層がある。昔はこんなところにねあの瓶を捨てたっていうこともあったと思います。まあちょっと崩れたりするし、あのさすがにここに入る気はないですね。はい、時間的にね今日のラストビーチになると思います。ラストビーチといってももう何箇所か小さいビーチがこう点在してるっていう地域なんで、まあ何箇所か回るんですけれどもね。とりあえず車を止めるのがここで最後って感じです。まあじゃあちょっとじっくり回っていきましょう。日が落ちる前には今日の戦果をまとめたいですからね。じゃあ行きます。木の実がたくさん起こって、なんかこう芋虫がたくさんいるみたいな感じになってますね。まあもうちょっとね先まで行ってみましょう。結構削られたと思うんで、足が滑ったらやばそうなところをこう歩いていきます。よいしょっとな、スイッと。まあこれで脱出でしょう。行ってみましょう。これは醤油なんかの線だね。だいぶ磨かれてはいるけれども何かに合うかもしれないから持ってきましょう。それではですね、こうもうだいぶ暗くなってきていい時間になったので、今日のね戦利品のまとめをいきたいと思います。まず惜しいものからいきましょうか。金冠、昔のタイプですね。自分が探している金冠のかけらですが惜しくてなりませんね。でもこれが出たということは近々本物が見つかるんじゃないでしょうか。で、同じくこれは何だろうね、かぼちゃの葉っぱなんでしょうね。何のね瓶かちょっと分かんないんですけどね、底面に素敵なエンボスがありますよね。葉っぱのこれと、あともう一つ、これはペロペロか日記の可能性が高いですけれども、なんか不思議な波紋模様がありますね。探せばこう見つかるかもしれませんが調べてみましょう。はい、それから今回はシー玉が3つ、どれもこれもこう色が濃くていい感じですね。歪みも強いのがあります。であとはね、あの大雑把な線の入ってる、おはじき、こういうの好きですね。あんまりなんかない感じがするんで。で、今度は可愛いですね、ナスのデザインをされた陶製のおろし金です。何なんでしょうねこれね。なんかこれで陶製おろし金が2つになりましたね。わさびをすりおろしてみたっていう動画への圧力がまた一段と高まった気がしますね。っていうかわさびが美味しいシーズンになったらちょっといずれやってみようと思います。はい、あとこれはまたちょっと惜しいですが緑色のガラス栓ですね。おそらく醤油なんかの栓でしょう。ということは緑色の醤油の瓶があったはずで、あ、醤油差しがあったはずで、どんなものだったのか気になりますね。はい、あとはこれノーエンボスのコバルトブルーの、目薬瓶ですね。でも口のところが欠けてます。乾いてみないとどれぐらい擦れてるかわかんないんですけれど、もしそんなに擦れてなかったらちょっとこれが埋まってるような場所があったということになりますかね。はい、それで今日はすごい日でしたね。まず割れてるのからいきましょう。菊の花が3つみたいなエンボスのある菊なのかな、これはな、割れた石蹴りですね。まあこれはねこうしばしばこういったものあるからというところですが、はい次、いやーびっくりしましたね。全部同じなんですが菊の花がねこう3つエンボスされた、石狩りです。石狩りです。割れてませんし触ってみてもツルツルですね。なんとこれがこれの中にこう黄色と紫みたいな微妙な色合いの入ったものがもう一つということで、まああとこの辺はねちょっとサビがついてるかもしれないんで洗浄しますけれども、大変なことになりましたね。ものすごいね成果ですよ今日。これ石蹴りが割れてるのと割れてないのと入れて全部で3つ、びっくりですね。まあ、引き続きねちょっとこう怪しいスポットのビーチコーミングはやっていきますけれども、
今日も大変いい結果に終わったんじゃないでしょうか。こんなこと次いつあるかちょっとわからないね、浮き玉の件といいね。ではね、今回もご視聴ありがとうございました。また良いお宝を探してどっか行ってみようと思います。では失礼いたします。